こんにちは、斉藤武郎です。質問コーナー行ってみたいと思います。今日の質問はこちらです。柔らかめの雪の時の質問なんですが、小回りでも大回りでも足の曲げ伸ばしを意識して滑っているのですが、外スキーが抜けてしまうというか深く刺さりすぎてしまいます。こういう時の滑り方、こうならないようにするためするにはどうしたらよいでしょうか。よろしくお願いしますということですね。質問いただきましてありがとうございます。はい、そうですね、これと似た状況で、アイスバーンですね、テロテロのアイスバーンとか、あとはジャガイモ畑みたいな、氷のね玉がこうゴロゴロしているような状況で、こう足がね滑ってしまうような、エッジが噛まないようなねバーンもありますね。そういったところも今回のこの雪が柔らかい時の滑り方とちょっとね似てるんですけど、基本ですね、滑り方っていうのはそんなにこう変わらないです。基本の動かし方は、はい。でただ、やっぱりバーンがいい時っていうのは、その足をこう、ね、曲げ伸ばしを使ってこう伸ばしていく時にどこまで伸ばせばいいかっていうのが、自分の感覚でまあ分かってたりしますし、滑りながらでもすぐねこうキュッとこうスキー、傾けて、ターンの前半ですね、傾けてポジションを作って足を伸ばしていった時にどのぐらい伸ばせばいいかっていうのがちょっと分かりやすいですよね。あのなんだろう、グッとこうちゃんとこうスキーが噛んでくれるので足場が作りやすいと、そういう感じです、バーンがいい時はね。けどやっぱり雪が柔らかい時っていうのは、その感触っていうのが思ったよりも自分がここら辺まで伸びて、行こうと思った時にもそれ以上にこうグーッとこう雪が柔らかくてスキーが足がね伸ばされてしまう可能性があるんですよね。なので例えば普段ですね、こう足の曲げ伸ばしをだいたいまあブーツ履いててね、ブーツの前傾があるので 100% 伸ばすっていうのはなかなか難しいと思います。ちょっと膝が曲がってるポジションで、一応ね、なんとなくのイメージで言うと9割ぐらい伸ばして、そこから、例えば、7割曲げていく、5割曲げていくで、まあ曲げる角度とかね、その人によってこう違うと思います。スピードとか斜度によっても違ってくると思うのでいろいろあると思いますが、伸びてるところから曲げていく、でまた伸びているところを曲げていくって、こういう滑りをねしていると思うんですけど、9割伸ばすっていうのをちょっとこう変えてみるんですよね。バーンいいところは9割伸ばしてちょっと1割余裕を残しておいても、しっかりねこう滑っていけるんですけど、ちょっと雪が柔らかい時とか足が流れてしまう時っていうのは、伸ばす時に9割伸ばした時に、ちょっとね思った以上に柔らかいと、そこからさらに足伸ばさないと足がなんだろうな、重心がちゃんとこうついて滑っていくことができない、スポンとこう抜けてしまうね、こういう動きになりがちなので、そういう風にならないように8割ぐらいで抑えていくんですよ、足の長さの伸ばすの。それを基本として滑っていくと、ちょっと柔らかいところあった時に、まだ足を伸ばせる余裕があるから、そこもね対応して自分の余裕をこうカバーしてこう滑っていくっていうことがねこうできるので、ちょっと柔らかい時、あとはアイスバーンでこうスキーがテロリそうな時、ジャガイモ畑で足がねズルズルズルっとこう逃げてしまいそうな時、そういう時は、足の曲げ伸ばしをする時より、する時に普段よりも伸ばす量をちょっと抑えておくっていうのがポイントです。はい、目安として先ほど話しましたけど、普段9割ぐらい足を伸ばして滑っているのだったら8割 8.5 割とかちょっとこう伸ばす量を抑えておく。長さで言ったら多分5センチとか10センチくらいですかね。はい、まあ人によって足の長さも違うので、そこは感覚をつかんでいただくといいと思いますが、まあイメージとして5センチとか10センチ普段よりも伸ばさないようにして滑る、それを基本としてスタートしていくと、若干のねこう余裕が普段よりもあるから、足がねこうスコーンとこう伸ばされてしまっても、自分で伸ばすんじゃなくて、雪が柔らかいことによってスポンとこうね伸ばされてしまっても、ちゃんとそこをね足の自分のこうもともと持ってる余裕でこう対応してカバーして滑っていくっていうことができるので、そういう感じでですね、ちょっとこう余裕を持って足の曲げ伸ばしを、していくといいと思います。はい、まあ、そうするとどうなるかっていうと、結局スキーと体が一緒についていきながら滑っていくっていうことができるから、ちゃんとですね安定したポジションで滑れるようになるんですよね。はい、100% まで伸ばしちゃったりとか、してしまうとスコーンとこう抜けて、ね、内藤したりとか、そういう風になりがちです。なりやすいので、そういう風にならないためには、先ほど言ったようにちょっとこう余裕を持って足の曲げ伸ばしをしていただくといいと思います。はい、ぜひ試してみてください。
はい、ということでですね、外スキーが抜けてしまうというか深く刺されすぎてしまうと、そういったですね、質問にお答えさせていただきました。質問コーナーですね、こちらの動画のコメント欄に質問いただければ、僕はですね時間空いた時に答えさせていただきます。最後にですね、 Facebook ページへのいいね、 YouTube チャンネルのチャンネル登録ですね、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。